それでは最初に、私たちが、10月26日に、出しました感想に記した、皇室への影響ということから、お話をしたいと思います。いろいろあったと思いますけれども、私が感じるのは、主に2つです。で、その1つは今回の長女の結婚が公になって以降、さまざまな媒体で、私たちの家、秋篠宮以外の、皇室にも、影響が出たということを感じたからです。で、例えばそのことによって、天皇皇后両陛下がどういうふうに感じてるとか、細かいことは私も記憶しておりませんけれども、ありましたし、それからもっとはっきりしているのは、この娘の結婚に対して、上皇后陛下が、いろいろ言われたとか、こういう考えを持ってるというのが、週刊誌に出たりもしました。で、このことは、宮内庁のホームページでも、にもありますけれども、2度か3度にわたって、そういうことはなかった。実際に私もそういうことを聞いたことは一度もないわけなんですが、そういうなかったということを、説明しているのですけれども、それでも、その後も続いたということがあり、やはり負担になったことには間違いないと考えています。それが一つです。もう一つは、結婚にあたって普通であれば行われている3つの行事ですね。納采の儀と国旗の儀と受胎の儀、この3つの行事を行わなかったことで、これは私の判断で行わなかったわけなんですけれども、これはもともとは、皇室親族令ですかね、で、にあるものですけども、今はそれはもうありませんので、絶対にしなければいけないというものではないわけですけれども、慣習的に行われているものであり、私は本来であればそれは行うのが適当であると考えています。しかし、それを行わなかった。で、そのことによって、そうですね、皇室の行事、そういう儀式というものが非常に軽いものだという、印象が印象にを与えたという、ことが考えられます。本来であれば、その3つは行うのが、私は繰り返しますけれども、良かったと思っております。それがあそこに書いた影響ということであり、その後の、その後に迷惑をかけた方々に対して申し訳なく思っているというのもそこにつながります。その次は何でしたっけ？公と私、公と私ですね。
皇都市、そして、皇室のあるべき姿、はい、皇室のあるべき姿、これは、上皇陛下が言われてた、国民と苦楽を共にし、そして、国民の幸せを願いつつ、務めを果たしていく、これが基本にあると私は思います。そして、それとともにやはりこう時代というのは変わっていきますので、その変化にも即した、皇室であることが大切ではないかというふうに思っております。で、その上で、皇と氏を考えますと、これは私は皇は常に氏に優先されるべきものだと思います。もちろん例外は存在すると考えますけれども、皇は氏に優先されるべきものでありましょう。で、一方それでは今の一連のご質問にあった、娘の結婚のことと、この皇と氏のことをこう合わせて考えてみますと、これはどうなんでしょう。皇と氏というものにうまく当てはまるものなのか、どうかという気もいたします。彼女は結婚するまでの間、皇族でいる間、公的なものと私的なものの場合には常に公的なものを優先してきていると私は思います。これは海外の訪問も含めてですね。で、論調の中の一部に娘が公よりも死を優先させたというのがありましたけれども、仮にもし結婚するという、これは私的なことだとは思いますけれども、を優先させたとしても、結婚することを公にしてからすでに4年経っているわけですね。もしそれを優先させた、させているということになれば、10年経っても20年経っても結婚はできないということになるかと思います。そのようなことから、直接的に公と私という2つの、概念に当てはまるのかというのは少し、疑問に思いました。そうですね、はい、もう一つありましたね、はい、PTSD、 複雑性 PTSD、はい、と診断された眞子さんの体調に影響を与えられると考えられる週刊誌報道やインターネット上の書き込みについてどのように思われますでしょうか。そうですね、週刊誌、これは文字数であったりとか、文字数の制限というのはこうあります。一方で、そのネット上のものというのは、そういう制限がほとんどないわけですね。それなので、その2つはこう分けて考える
方が良いのかなというふうに思います。で、まあ娘の複雑性 PTSD になったのがおそらくその週刊誌それからネット両方の、記事にあるのだろうとは思いますけれども私自身それほどたくさん週刊誌読むわけでもありませんけれども週刊誌を読んでみると、非常にその何て言いましょうか創作というか作り話が掲載されていることもあります。一方で非常に傾聴すべき意見も載っています。そういうものがこう一つの記事の中に混ざっていることが多々あります。ですので私は確かに自分でも驚くことが書かれていることはあるんですけれどもそれでもってこう、全てその否定するという気にはなれません。一方そのネットの書き込みなどこれも私はそれほど多く見ることはありません。何といっても一回一つの記事に対してものすごい数の、コメントが、書かれるわけですのでそれはとても読んでたら時間も足りませんし目も疲れますし読みませんけれども、まあ、中には確かに相当ひどいことを書いてるものもあるわけですね。で、まあ、それはどういう意図を持って書いてるのかはそれは書く人それぞれにあると思いますけれども、ただ今そのネットによる誹謗中傷で、深く、傷ついている人もいますし、そしてまたそれによって、命を落としたという人もいるわけですね。やはりそういうものについてこれは何て言いましょうか、今ネットの話をしましたけれども誹謗中傷 つまり深く人を傷つけるような言葉というのはこれは雑誌であれネットであれ私としてはそういう言葉は許容できるものではありません。以上です。ありがとうございます。次の質問です。30年間を過ごされた眞子さんとの印象深い思い出とともに眞子さんがお住まいから離れアメリカで新生活を始めたことへの心境をお聞かせください。小室圭さんと久しぶりに会われた時の印象やお話しされた内容についてもご紹介ください。殿下は小室さん側に相当の対応や見える形での対応を求め、結婚する段階になったら今までの経緯も含めてきちんと話すことは大事なことと述べられていましたが、記者会見の形式、内容を含めて一連の対応をどう受け止めておられますか。それでは長女との思い出ですけれども、私が長女と、一緒にどこかに、出かけたというのは国内よりもどちらかというと海外がに数的にはちょっと分かりませんけれども、まあ、期間としては長いんですね。順に言うと
2人で行ったの旅行したのはマダガスカルが最初で、次がラオスですかね、ラオス、そしてその次が、ハンガリーになります。これどれも、非常に印象深い旅行でしたけれども、やはり一番長期間一緒に旅行したマダガスカルが思い出としては残っていますね。マダガスカルのトゥリアラというあのところからムルンベという場所まで、車で12時間半ですかね、ドライブしながら、その植物景観の移り変わりを見たりとかですね、行った先での、音楽だったり踊りだったりに、触れたり、また、バオバブの巨樹のところに行ったりとか、まあ、それがやはり一番あの印象に深く残っていますし、数ヶ月前になるかな、にもたまたまその話が出て、まあ、楽しかったねという話をしました。次は何でしたでしょう。アメリカで新生活を、始められた眞子さまへの今のご心境などをお聞かせください。まあ本人たちが、アメリカで生活をこうすると決めたわけですから、まあそれが本人たちにとって一番良いことなんだろうと、そういうふうに思っています。そして小室圭さんと久しぶりに会われた時の印象やお話しされた内容はどのようなものだったんでしょうか。まずあの会った時のどういう話をしたかについては、ここでは控えたいと思います。印象ですが、面会してた時間が、20分ぐらいでしたので、何かこう印象に残ることというのは特に私にはありませんでした。ごく普通の会話をいたしました。最後に小室さん側に相当の対応や見える形での対応を求め、結婚する段階になったら今までの経緯も含めてきちんと話すことは大事なことと述べられていましたけれども、記者会見の形式、内容を含めて一連の対応をどう受け止めておられますか。そうですね、あの10月26日に、婚姻届を出した後、記者会見というか、記者発表というかを行ったわけでありますけれども、私自身は一方向のものではなくて双方向での会見という形にしてほしかったと思います。ただ長女のその複雑性 PTSD ということもあり、直前まではそのつもりで本人もいたのですけれども、やはりそれができなくなって、会見している間に何か発作とか起きることも考えられるでしょうから、やはり難しかったのかなと思います。一方で、夫の方については私も、結婚の段階になったときに、経緯などを説明する、ことは大切だということを以前に話をいたしましたけれども、確かに、春ですか、文書ではそのことについての、説明を
しているわけですけれども、やはり私としては、自分の口からそのことについて話をして、そして質問にも答える、そういう機会が、あった方が良かったというふうに思っております。ありがとうございます。ご家族についてお伺いします。眞子さんの結婚までにご家族でどのような話し合いをしてこられましたでしょうか。佳子さまは全日本ろうあ連盟の非常勤嘱託職員となり、眞子さんから日本テニス協会の名誉総裁も引き継がれました。今後の活動に期待されることや結婚へのお考えについてお聞かせください。悠仁さまは来年高校に進学されます。ご成長の様子や進学先の検討状況について教えてください。最初が結婚までの間ですね、はい、家族でどのようなお話し合いが。そうですね、結婚までの間、直近になるとやはり結婚した後しばらく東京都内にいて、その後、アメリカの方に行くことになり、そうすると今まで、自分のところに置いておいた荷物などがことがどうしても本人もそうですし私も、気になるわけですね。でそれをでしかも私自身も貸してた本などもありますので、そういうことについて、どうしようかということを話を しました。で彼女も例えばそのニューヨークに荷物全部持って行けるわけではありませんし、さりとて本人が持ってる書籍の中には海外の公式訪問の時に、いろいろ下調べをした、日系人関係の本とかなんかもありますので、そういうものは活用してほしいという、意向を持っておりました。で、そのようなものを、どういうふうに、これから、まあ、場所も移動させるわけですけれども、していこうかということが、まあ、一番結婚する前の時点での話し合いかなというふうに思います。佳子さまの今後の活動、結婚ですね。はい。次女はこの春5月ですかね。からろうあ連盟、で仕事しておりますけれども、本人は大変ありがたく思って、仕事をしております。上司の方々からいろいろ教えていただきながらですね、少しでもこうお役に役に立つよう、努めてくれれば私は嬉しく思います。またその他の仕事についてもですね、一つ一つ、大切に思いながら丁寧にしていってくれればいいなと思っております。ご結婚については、結婚については、そういう時期が来ましたらじっくりと話し合いをしたいと思います。最後に悠仁さまの、高校進学および成長のご様子などをお願いいたします。はい。進学につきましては本人とも、相談しつつ、進めております。また成長の様子ですけれども、そうですね、今中学
3年生で、これはどの中学3年生もそうなのでしょうけれども、1年前と比べるとこう机に向かってる時間が格段に長く、なっているんですね。で、そういう、日々を過ごしているわけですけれども、私も時々、そんなしょっちゅうではないものの、机でに向かって問題を解いている、様子などを見ることがあり、そのような時に改めて、今、15歳で中学3年生ということを、当然のことではあるんですけれども、そういう時に、実感することが、あります。以上です。